前回じゃ主題歌フルサイズの歌詞に含まれていた各戦隊を連想させる言葉を分類してみました。皆さんこんにちは、スーパー戦隊シリーズが大好きなコバブルです。ゼンカイジャーの主題歌全力全開ゼンカイジャー発売から1ヶ月経ちましたが、皆さんはもうフルサイズ聞きましたか？以前の動画でゼンカイジャーの主題歌の歌詞には過去のスーパー戦隊シリーズを連想させるキーワードが含まれているのではという考察から、その時にはまだ公開されていなかった2番以降の歌詞がどうなるのかを予想しました。そこで今回の動画では、ゼンカイジャー主題歌全力全開全カイジャーのフルサイズの歌詞を分析して予想の答え合わせをしようと思います。ですが、まだフルサイズの歌詞に関して公式からこれが正解ですという発表がないので、完全な答え合わせではないことをご留意ください。まず見ていただきたいのはこちら、全カイジャー主題歌フルサイズの歌詞に含まれていた各戦隊を連想させる言葉を分類してみました。種類ごとに7つに分類してあります。一番多かったのがシリーズ名からそのまま使われているパターンで、その次に多かったのが劇中でのセリフから取られたパターンでした。注目したいのは言葉を置き換えたパターンですね。僕はこの言葉遊びみたいな感じがとても好きです。隠されたキーワードって感じがしていいと思います。逆に言えばこうでもしないと歌詞に入れ込めなかったのかもしれないので、作詞者の方の工夫が詰まっている部分であるとも言えるかもしれません。次はフルサイズ発売前に僕が予想した2番以降の歌詞がどれくらい当たっていたのか採点してみましょう。こちらが以前僕が予想した歌詞です。それでは僕の予想を答え合わせしていきましょう。まず曲全体として連想ワードがサビには含まれていないという予想は当たりましたね。ですがなんと3番までありましたね。実は動画にお寄せいただいたコメントでも、初代ゴレンジャーオマージュで3番まであるのではないかとか、連想ワードを入れるスペース的にも3番くらいまであるんじゃないかという予想をされていた方がいたんです。もう大当たりですね。次は肝心の歌詞の部分ですが、なんといってもバイオマンをバイとオで分けて歌詞に入れる予想が当たっていたの、すごくないですか。これ自分でもすごくびっくりしました。バイの部分がグッバイと予想したのも当たっています。でもオが僕はおいでよだったんですけど、そうではなくて同じのおだったので完全に正解ではないですね。ただこれはもう僕の独断で甘めに採点して正解にします。もう花丸にしたいくらいですね。他に当たっているのは獣王ジャーの獣王無尽、カーレンジャーのアクセル、実際にはフルアクセルでしたね。マスクマンが光だったのも僕は光るでしたが、まあこれも正解でいいでしょう。銀河マンの銀河も正解。そしてここからはちょっと微妙なところなんですけど、まずチェンジマン、フラッシュマン、カクレンジャーは注目した言葉自体は同じだったので、まあ三角にしましょう。同じくジェットマンが鳥だったのも正解なのですが、鳥への鳥だったので三角で、ファイブマンも地球で正解にしたいところなのですが、これは本当の歌詞の中で2番の地球なのか1番の奇跡の絆なのかで議論が分かれているんですよね。まあ、とりあえずは正解にしておきたいところなんですけど、僕は地球と書いて星と読むと予想していたので、まあ、三角で、メガレンジャーの夢がもうメガに注目して他の言葉に置き換わっていると予想したところまでは予想大当たりだったのですが、僕は植物のメガと予想していたので三角。こんなところでしょうか。よって丸を4点、三角を2点換算で僕の予想は36点でした。皆さんの予想は何点くらい当たっていましたか？全体の感想としては意外だったのは、僕が歌詞に入れ込むには難しいと思っていたワード、フラッシュ、お宝、実力行使などが入っていたことですね。僕も候補の中には入れていたんですけど、全カイジャーの歌詞に入れるには不適当かと感じて思い切れなかったんですよね。そんな中で一番意外だったのは、ニンニンジャーのイケイケドンドン。これはレッドの高春を象徴するセリフなんですけど、それ歌詞に入れちゃうって感じです。でもこれはないわーという感じではないんです。そうきたかーとうなりましたね。僕は自分で歌詞を予想したからわかるんですけど、以前の動画の中でも話していますが、忍者や列車、警察みたいな各戦隊を連想しやすいワードでも歌詞に入れるには難しいんですよね。
きっと作詞者の方もかなり悩んだはずです。しかも忍者モチーフの戦隊はカクレンジャー、ハリケンジャー、ニンニンジャーと3つもあります。それをそれぞれ隠れた、風、イケイケドンドンにすることで忍者とか忍びみたいな汎用的なワードに逃げずに落とし込めているのがすごいと思いますし、同じように警察モチーフのデカレンジャーとパトレンジャーもそれぞれ象徴的なセリフ、デリートと実力行使にしているのも思い切りがありますよね。ゴーグル5のスクラム組んでも選びに選び抜いた上での採用だったのだと感じます。だってスクラムという言葉自体からは特別ゴーグル5っぽさがあるかと言われれば別にそうではないですもんね。なんですけど、いずれかの戦隊を連想させる言葉なのかもしれないと思いながらこの歌詞を見た時に、スクラム組んではもうゴーグル5にしか見えないんですよね。言葉選びがすごいと思います。ということで、ゼンカイジャーの主題歌、全力全開ゼンカイジャーの歌詞の分析と予想がどれくらい当たっていたかの採点でした。今までに僕が投稿したスーパー戦隊シリーズの考察や感想についての動画は YouTube の再生リストにまとめてあるので、ぜひ見てみてください。他にもいろいろな動画や生放送をしていますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で、コバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。バイバーイ。